どうも、ゲーム実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今日はね、エアサーバーっていうのをダウンロード、インストールしてみようかなと思いまして、ちょっとね、初めてなもんだから、iPhone とかのね、画面を PC に出せると、パズドラとかね、ニコニコ生放送だとか、YouTube でね、やってる方がいるんですが、エアサーバーを使って、出力を PC に、ね、画面に飛ばしていると、ちょっとどう説明したらいいか分かりませんがとにかくそうすることの、このね、エアサーバーっていうのを使うことによってね、その綺麗に、PC 上に映し出せるということみたいなので、ちょっと私エテポンゲもね、ちょっとエアサーバー使ってみたいなと思いまして、なのでね、今回、ダウンロードするんで、ついでにね、ダウンロード方法とかもね、皆さんと一緒に、今ねダウンロードしようかと迷っている方もね、ぜひともエテポンゲのね、この失敗する様をね見て、お勉強してくださいまずはこのエアサーバーっていうサイト、まず最初にね、エアサーバーダウンロードで、これですね、多分ね、ざっくりいくんで、ちゃんとしたやつをね知りたい方は、ちゃんとググった方がいいかもしれないなすぐにね、ブラウザバックしてください。まずはね、訳して、OK。まずはこの7日間のトライアル、無料っていうのを、しましょう。何はともあれね、7日間は無料でできるみたいなんで、で、その後はこうやって7ドル、11ドル。まあこれは教育ライセンスが必要なのかな。で、これが、なんとかね、なんとか ライセンスね、14ドル。だから、エアサーバーを使い続けたいんだったら、これになるのかな？この14ドル。これを1回払えばいいのだろうかという感じですね。非常にわけわかりません。円で書いてくれ、円で。円で書いてくれ、円で。YEN で書いてくれよ。頼むよ。エアサーバー、日本語。だから、日本版のね、エアサーバーのなんかできればいいんだけどな。まあ、とりあえずこの7日間、トライアル、これをダウンロードしましょう。まずは、フルネームで、あなたの7日間無料トライアルに登録。フルネームか。名字？あ、ファーストネーム。名字。これはどういうことだ？ファーストネームって何？始まりの名前？始まりの名前？なんだろうね。すでに登録されている Mac 向けの体験版に登録する。PC 向けダウンロード。あ、登録しないからね。まずはここに順々にね、打ち込んでいきましょう。これは何でもいいのかな？ちゃんと打たなくてもいいのかな？エテポンゲ。ね。ハプティズム。で、E メールはね、ここはちゃんと打たないとな。E メール、なんでもいいのかな？パソコンの方でもいいかな？ G メールでいきましょうか。そして電子メールの繰り返し、電子メールだから、これコピーして貼り付けると、これで体験版に登録、すると、E メールが、送られたってことなのかな。メールアドレスに送信されました。メールアドレスを、検証し、エアサーバーをダウンロードするにはリンクをクリックしてくださいと。了解しました。よし。じゃあ、ここから
Gmail 行きました。よし、はい、エテポンゲさん、こんにちは。エアサーバーの無料トライアルに、を要求していただきありがとうございます。メールアドレスを確認し、下のリンクをクリックしてください。無料トライアルを開始しますと。こっちに飛んで、正式にね、登録しろってことなのかな。うん。でね、これがダウンロードエアサーバー。はい。これがアクティベーションコード。次の通りです。ってことは、これは多分ね、ちゃんとメモしとかないといけないやつですね。これは、コピーします。そして、このアクティベーションコード、これをね、そうだな、メモ帳か何かに書いておいた方がいいね。テキストドキュメント開いてね。あ、もう2個出てる、2個出てる。1個でいいです。うん。これとりあえずね、書いといて。で、これは Mac 用ダウンロードはこっち。PC 向けのダウンロードはこっち。エテポンゲの PC は Mac じゃないんで、Windows、うん。Mac ではないので、こっちでいいのかな？うん。ここから Air サーバーは PC 向けのダウンロード。うん。で、ここのダウンロードボタンをクリック。64ビットなんでね、テポンゲ。うん。よし。これで今ね、エアサーバーをダウンロードしております。PC 用エアサーバーは Windows 8および 8.1 の互換性があります。これで Windows Store で デスクトップアプリとして承認しました。また、で、動作します。うん。ね、むちゃくちゃですね、もうなんか。和訳してるからむちゃくちゃだな。よし。これで一応エアサーバーのね、エアサーバーが今、ダウンロードしたんで、こっからインストールかな。うん。これを実行します。よいしょ。ね、Welcome to Welcome to Gundam Online、 違うな、うん、Welcome to エアサーバーステップウィザード NEXT ね、これも、承認してくれってことかな。下まで読んで、チェックアゲイン、チェックアゲイン、チェックアゲイン、プリン、プリントじゃない、プリントじゃない、バック、下まで行って、ネクストボタンがないな。お、キャンセル、アイイシュー、ネクストキーが出ないな。レディステップアップス、バック、ウザード、ネクスト。